己アピール。はい。最後、それで締めましょう。あ、じゃあ、ちょっと引っ張って。はい、行っちゃいましょう。いや、俺の、あ、大丈夫、あ、緊張してないです。大丈夫、緊張。緊張してないです。うまく切れるんで大丈夫。ちょっとこっちが膨張してるだけなんです。おー、いいね、いいね。いいですか。はい。よう、いつも何かやらない、いつも何かやらないとなって考えているパラエストラ千葉所属聖は松丸名は伊吹、このライミングが最大の武器、遊戯王カードで言うなら神の伊吹、もう一度言うよ、聖は松丸名は伊吹。お願いします。あの、あなたね、さっきから出ることで、あの、彼女はどうしてほしいんだかね、私に説明してほしいよ。え私に説明してほしいよ。それは、藤田さんと逆だからですか？てねー。いや、そうじゃなくてね、私はね、規定されるのは嫌なんですよ。そんなことどうでもいいんですよ。いや、よくないですよ。絶対これ、私これ降りますよ。今日でこの番組。降りますよ。だからさ、松丸君、はい、はい、だからさ、そういうのはさ、まあ、はっきり言って泥棒なんだ。はい、ふざけんなって言ってやりますよ。ね、松丸君ね、この今のね、インタビューね、ね、うちの社員が出てきたら、あれめっちゃぶん殴りますわ。はい、焼き直ってるじゃないですか。いけたよ。私ね、出します。失敗すると思いますよ。いやいや、出します。もう彼のね、もう入ってきた時からもう分かりました。もう彼、これだから私は出します。いや、それ社長失敗するよ。いやいやいや、私はね、目を見れば分かりますから。もう手を見れば分かる。職人当てしてる。やっぱりね、そのサングラスのオーラパワーの時やわ。オーラパワーの時や。あなたね、そんなこと言ってたらね、お母さんが報われないですよ。バカなこと言うなよ、まいよ。そんな感じですか。あんまりね。うまい、これはうまい。売れる、これは売れる。売れますね。パン、パン、パン、サラダ、パン。今ね、うちのね、若手が来てたらね、ふざけんなびってやりますわ。よろしいでしょうか。お茶かけんないってやりますわ。悪意のない泥棒が一番。よろしいですかね。じゃあ一応ね、あの荻チャンネルの全然全然閉まんねえじゃん。全然話が入ってこないですわ。頭はちょっと大丈夫だなーってことですよね。夢夢を見てるんじゃないか。自分の言葉で喋れてたらそっちじゃないですか。俺がアメリカ行った時こんなの知らない。わかります。てぬーん。よろしいですか。よろしいですか。そうです。よろしいですか。はい、大丈夫。はい。そちらの方にもし。ベトナムの北総さんでしたっけ。閉まんねえじゃねえかよ、もうこれ。いい場所なんですよ。まあ、行けば行く場所なんですよ。俺は。北総。めっちゃめっちゃペチペチペチ。いや、すいません。すいません。大丈夫です。あ、大丈夫です。もう気が済みました。今度すいません。二人でやります。あ、二人でそれ取りましょうか。今度やるんで。あ、今度やるんで。あ、その前振りですか。あの、そうです。あの、僕の次第ですごい、ちょっと、そういう人に困ってないから。はいはいはい。じゃ今回は一応、マッツの彼女を作るという企画なので、ちょっともういいですか。はい、すいません。本当申し訳ない。見たい動画があったら、ごめん。
つく、グッペムカつく、ポッペムカつく、グッペムカつく、ズーン。